ちょっと失礼。ウサコウの故郷を取り戻しに行くんだ。早くしろよクリバー。はい、クリスト。ハロハロ、久しぶりだねクリストちゃん。元気してた？はあ、全く久しぶりじゃありませんし、あなたの声を聞いて元気が失せました。あらら、そりゃよくないね。僕が考えた元気が出るおまじない教えてあげよっか。うっぷっぷっぷ、これがさ、コンパでやるとバカウケなんだよ。切っていいですか、いろんな意味で。いいのかな、とっても重要な話があるんだけどな。それってまさか例の対魔界殲滅兵器の？さて、ここでクリストちゃんに質問です。悪い話ともっと悪い話、どっちから聞きたい？悪い話しか選択肢がないですね。わかりましたよ。じゃあもっと悪い話からお願いします。グッド！ついさっきテレビの占いで見たんだけどさ、明日のクリストちゃんの運勢は最悪らしいよ。優柔不断は最悪の結果を招くから気をつけて。あとラッキーパーソンは友人だってさ。クリストちゃんにはいないけどね。喧嘩売ってます。いやいや、この占いマジでよく当たるんだって。くれぐれも優柔不断には気をつけた方がいいよ。はいはい、もっと悪い話というのがその程度のことなら、悪い話というのもどうせくだらないことなんでしょう。悪い話はね、クリストちゃんが脱走してそっちに行ってることがお偉いさんにバレちゃったことだよ。は？それとボイドダークに向けて対魔界殲滅兵器アルマゲドンを発射する準備もほぼ整ったみたい。普段の会議とか書類の回覧とかはやたらと時間がかかるのに、こういう時だけは仕事が早いんだよね。ちょっと待ってください。上の方々は僕がここにいるのを知っているのにミサイルを発射するつもりなんですか？そりゃそうでしょう。クリストちゃんはボイドダークのスパイだっていう結論だし、助ける理由がないもんね。だからそれは濡れ衣ですって。いくらなんでもひどすぎます。それが天使のすることですか？それが天使なんだよね。悲しいけど、でも一つだけ助かる方法あるよ。何ですか、その方法って？この攻撃を確実に成功させるにはボイドダークの位置情報が必要不可欠なわけですよ。クリストちゃん、ボイドダークのいる場所知ってるんだよね。お得意の千里眼でお見通しなんだよね。じゃないと慎重派のクリストちゃんが自分から暗殺するなんて言わないもんね。うん、もちろんただで教えろとは上の人たちも言ってないよ。協力すればスパイ容疑も無罪ってことにしてくれるとさ。無罪って？僕は最初から無罪です。でもさ、この条件飲むしかないんじゃない？クリストちゃんが生き残るには他に方法はないと思うよ。自分を罠にはめた奴らに復讐するんでしょ？だったらここは何としても生き残らないと。ミサイルが投下されればボイドダークだけじゃなく周辺の魔界も消えてなくなるんですよね。まあそうなるだろうね。アルマゲドンの威力は凄まじいからね。少しだけ考えさせてもらえませんか？いいけど、そんなに時間はないよ。タイムリミットは24時間以内。わかりました。あと24時間ですね。それじゃ、いい返事を期待してるよ。チャオ。どうしたんだ、深刻な顔して。ああ、そんなに慌ててどうかなさいました？ミサイルが投下とか聞こえましたけど。なんでもありません。ボイドダークを倒す方法を模索していまして、ミサイルなら安全に攻撃できるのではと。なるほど、それは妙案ですわ。ボイドダークに攻撃射程外から一方的に無慈悲な鉄槌を下すというわけですのね。華麗なアウトレンジ戦法こそ私の最も好むところ。その作戦よろしくてよ。何が射程外からの攻撃だ。
男なら正面からガチンコの殴り合いだろ。そんな作戦は後で考えようぜ。こうしている間にもトトマカイの魔力は吸収されているんだからよ。ゼロッケンの言う通りだ。今度こそマジョリタを倒してトトマカイを解放するぞ。皆さんよろしくお願いしますピョン。ウサリアに力を貸してください。任せろウサゴ、俺もあのクソガキには借りがあるしな。やられたまんまじゃ気が済まねえ。それじゃあ気を取り直してリベンジと行こうぜ。